さて大使館、まあ中に入ったでしょう。取材じゃないんですよ。どうするって言われてもな。入っちゃっていいのかい？わなかい？小次郎。お。どうしたじゃないわよ。しょうがなくない。外交官ナンバーの車でしょ？それよりも小次郎。は、なん。ここは外国大使館なのよ。いいこと。あなた見つかったら100回。あなたが考え直すな。あなたの非道ぶりには今まで目をつむってきたけどね。え？する？あなたが考えを変えるまで私はここで騒ぎまくりますからね。き皆さん、この男、ちょっと何よ。なんだ、よして小次郎。行ってきます。ねえ。ああもう。私。あなたを一人でなんて。同じようなものじゃない。捕まらない自信があるんでしょ。さ、時間は貴重よ。わあ怖い。暗いわね。何？そうね。
お。うん。小次郎。さっぱり。あら、それ。エルディア科学局報告書。呆れた。もう。でも、ディレクターの父親ね。手がかりなし。そろそろやばいんじゃない？配らないよりは。そのほっ。では今返していただく。はい。しま。おっと、動かないでくれともえ。おほう、昼間のジャーナリストを語ったネズミか。ラスボス感がすごい。小次郎はあな。どうも、こんばんは。うん、こんな夜更けに何をしていたかは一瞬。不法侵入、治外法権侵害、窃盗、機密法違反、ついでに。はは、面白い男だ。とりあえずその報告書は返していただく。質問ができる立場かね。さて、ではこちらから質問をさせていただく。恐縮だ。君は何者で。おっと、動かないでくれ。成立するわけがないわ。君たちの主観はどうでもいい。それに私を捉えて騒ぐことはできない。質問に答えてくれれば考え直してもいい。うん、もう一度聞く。ストールマンの指令で。すると彼女の居場所も知っているのかね。知らばくれるのはよしたまえ。どこかね。君はなかなか手ごわそうだ。別に。いや何、強制はしないよ。だが多分君は話したくてしょうがない。いろいろと詳しいね。どのような話を聞かせてくれるか楽しみだ。線の話でも聞かせてあげましょうか。嬉しい限りだ。ちょっと小次郎、何言ってんのよ。何度でも殴ってあげるわ。あんたなんてね。仲間割れか。撃てるものなら撃ってみなさい。の、しまっ。撃つなバカ者、私に当たる。ちょっと待っ。逃すな、絶対に逃すな。どちらか一方でいい、生かして捕らえろ。おう。
4階まで逃げてきたはいいけど、このままだったら追い詰められちゃう。もう思い出しちゃったわ。さっきひどいこと言ったわね、バカ。この高さじゃ。そうか、下だから。冗談言わないでよ。でも無理よ。ああそうよ。何よ。よし。つまりコウのことも知っていて、彼らの関係をも知っていた。あの報告書とかいうの、それはそうじゃない？理由って何よ。あなたって本当にど汗かいてる。暑いの？何よそれ。ちょっと怪我してるじゃない。冗談を言ってる。あ、バカ。女の盾になるなんて当たり前でしょ。
大丈夫なわけないでしょ。持ってきたわ。いいから。血で張り付いてる。ごめんなさい。これね。ごめんなさい。何をもう。私にできることある？できることな。あ、大丈夫。こう？何よそれ。よく考え。なんとかする。知らないけど、ちょっと。ひどく誤解されるようなこと言わないで。私一人ならお風呂に入れば済むことだわ。このままでいいわ。何よ。何？いるわけないでしょ。知らない。どうかしらね。ない。邪魔。ジロ。今の日本社会はね、誰かがこれを治療しなければならないのよ。そのために私は公僕として。なに？マジ？できないわ。ジロ。ショックだったわ。今日の通信ログ。政府が陰謀に加担しているかもしれない。公僕として貢献するなんてか。でもやってきたことは。でも事実だわ。何？根っこ？でも草。もちろんよ。私は自分の仕事に窮屈な女だそうよ。面白みがない。容姿が大人じゃないって。すぐ怒るって。可愛げがないって。よくもまあそうへりくつが出てくるわね。変な人ね、あなたって。肩大丈夫？ねえ、この業界は長いの？以前葛城探偵事務所っていうところにいた。まあね、一頃新聞をにぎわした。あなたが？じゃああなたの恋人も探…ごめんなさい。ちょっと焼ける。なんでもない。
ねえ、なんで別れたか。ごめんなさい。変な言い回しばかりね。原因は何よ。呆れた。どうかしら。こんなシチュエーションで冗談を言わないでよ。おうおう。ちょっと何を。ダメだったら急に発情しないでよ。ダメ。何よそれ。なんとなく、ええ、さっきはありがとう、慰めてくれて。ずいぶんと優しいキスなのね。他の女性にもしてるんでしょ。信じない。何を。ふんと。ああ、はい。小次郎、簡単だけど食事の支度ができたわ。お、帰んだ。え、帰っちゃうの。そう。私ね、今の仕事辞める。結局私、形にこだわっていただけなのかなって。小次郎言ったじゃない。言ったわ。小次郎のこと、最初はなんて変な人だって思っていたわ。法律は破るし。でもね、私、あなたはどんな立場に立っても己の正義を貫く人だわ。福祉への貢献なんてどんな。自分の能力や特性を生かせる私立探偵。ううん、就職。うん、冗談。天城探偵。うん、考えたわ。お料理してようが、おと面倒見るだね。どうなの。いいわ、事務所をたくさん盛り上げて。慣れてる。構わない。いけないの。本当。もちありがとう、小次郎。ああ、でも、違う。彼女のとこに押しかけて、彼は私にキスしてくれたわって言ってみようかな。嘘。でも、怖くないわ。また恋人さんとうまくいかなかったら言ってね。はあ。どうするの、これから。ごめん、もう。うん、ねえ、いつから通えばいい。じゃ、明日からね。私も考えをまとめておくわ。いつもしているから。オッケー。はい。別に。帰ろう。おい、小次郎様。生きとったんか。我、小次郎様。
みませんです。はあ、私このままじゃはいです。小次郎様。これは厳重に口止めをされていました。そのことは記憶に留めておいてください。はい。私は猿高貴なお方にお仕えしています。ご存知だったんですか。はい。その方はある品物を高という男性から受け取られるはずでした。私も知らされていないのです。私はそれを高様から受け取り、高様はこの鳩場を受け渡しの場所に指定されました。ですが指定の日時になっても高様は現れません。はあ、私は途方に暮れました。その品物がなければあのお方に合わす顔がなく、はい、小次郎様を結果的に利用する形となってしまいました。許してくださるのですか。小次郎様、ありがとうございます。小次郎様のお部屋で皇様が死んだことを知ったときは、皇様の邸宅へは絶対に行くなと言われていましたが、はい、皇様はもう、はい、はい、ご配慮感謝します。うん、はい、はい、私は今までそこにいました。小次郎様、来られたのですか。大使館の方々は私を保護してくださったんです。はあ、はい、私に法外な懸賞金がかけられているという話で、あのお方に連絡を取って迎えに来させようと言っていただけましたが、私には連絡をすることができません。皇様から品物を受け取るまで違うんです。私がその役目に志願したのです。はい、ですからあのお方への批判は、小次郎様に連絡を差し上げたかったのですが、はい、御堂様には申し訳ないと思いつつも、はい、あおう、ジャケットを脱ぐとき大切なものはズボンのポケットに移しておいたんです。そんな申し訳ありません。エルディア王家の後期、はい、温厚で優しく、私が志願したんです。おかしいでしょうか。はい、それは、はい、あまりあのお方の悪口を言わないでください。私はあのお方もお願いです。すみません。はい、もうここまで行ったら同じですよね。うん、はい、麻也子、何でしょうか。いえ、わかりません。見せてもらえますか。あの、さっぱり、あの、
どういう意味なんでしょう。ごめんなさい、全然わかりません。え、ゴー様が？何度読んでもわかりません。は、はい。うん、いえ、全く。はい、デラーさんというお方でしょうか。どこへです？それはできません。たとえこの身が朽ち果てようと。はい。はい。何もしてないわけじゃ。小次郎様も一緒に来てもらえますか。はい、きっと小次郎様も好きになってくれると思います。プリンセスホテル1420号室です。ほう。はい。は、はい、はい。電話ですか。はい。うん、はい。ああ、はい。グレン。何度か小次郎さんのとこへコールしていたんですよ。実はまだ居場所が判明していなく。どういうことで。さすがですね。うん、プリンセスホテルなら待ち合わせができます。勘ですよ。どんな情報です。なるほど、無論できますがね。しかしわからないお人だ。あれだけの賞金を棒に振ってこれは失礼しました。うん、わかりました。やらせていただきましょう。どうです、プリンセスホテルでお会いしますか。これからすぐに行かれるんで。わかりましたよ。情報はちゃんと流しておきますぜ。それがもういいんで。ん？では失礼。
りましょう。フロントさんとお話しして、キーをいただきましょう。え？VIP じゃない？もらえる？こんばんは。お部屋の鍵をいただきたいのですが。え？では、お部屋に参りましょう。VIP ルーム1420号室です。ですね。入る前にノックするのはエチケットです。しょうがないです。入りましょう。わ、続く。